こんばんは。2月5日水曜日夕方のいばきら TV ステーションです。この時間もよろしくお願いします。よろしくお願いします。夕方も始まりましたね。始まりましたね。はい、うん、もう最近本当に気温が寒いわけですけれども、はい、ね、本当に風邪など皆さん引いていませんでしょうか、うん、はい、気をつけてください、ね、昨日、はい、すごく大雪だったじゃないですか、はいはいはい、それで私昨日、うん、外にいたんですけれども、はい、ちょっと外出してまして、車を外に止めていたら、はい、夜戻ってきたらもう雪がすごい積もってまして、ね、本当にもう車の扉も開かないぐらいになっていて、本当に大変だったんですけれども、ね、皆さん昨日大丈夫でした？帰りとか。もう帰りは全然大丈夫でしたね、はい、大丈夫どころか、うん、はい、もう雪って結構久しぶりじゃないですか。そうですね、なのもすごい楽しくなっちゃって、うんうんうん、もう県庁のみんなこうね、はい、人が帰ってる中、スーツ着たピッとした人が帰ってる中、うんうんうん、ちょっと一人であるものを作ったので、はい、え、何作ったんですか。ご覧いただきたいと思います、はい、こちらです。はい、来たー、雪だるま。雪だるまです、これ。うわ、しかもなんかメガネとかマスクだ。そうです、これ僕のメガネと僕のつけたマスクと、はい、僕のこれはね、納豆袋といって僕は納豆持ち歩いてるんですけど、うん、いつも食べてますよね。そうです、はい、あれが納豆袋を使ってちょっとね、なんか親戚のおじさんみたいになってます、これちょっと見ていただいて分かるかもしれないですけど、うん、結構なサイズ感なんですよ。だよね、あ、大きいですよね。だって頭だけでも僕の顔の 1.5 倍から、ね、2倍は言い過ぎかもしれないけど、うん、これサイズ感なんで、これ作るの結構こうかかりましたよ。え、辻さんこれ一人で作ったんですか。いや、一人です、一人これ一人で帰り道に、何やってんですか。帰り道に一人でこうバーって転がして、はい、いやでも気持ちわかるな。わかります、うん、でもやりたくなりますよね。やりたくなるよ、うんうん、うちも畑に積もってるやつ作ったことありますもん。そうですか、うん、でもうち隣に畑ありますもんね。そう、でもあんな風に綺麗にならないのは、はい、畑って土じゃないですか、はい、そうするとね、転がしてるうちに、うん、ほら勢いよくどんどん大きくなってるから、はい、調子に乗ってやってると、はい、土の場面の方になってくる、ね、ああ、なりますね。いきなりなんかね、うん、ショコラ色になってくる。茶色くなっちゃうんですね。急に色変わっちゃうんですよ。なるほど、そう、ね、いい場所だ、見つけたなと思って。なかなかいい場所でね、作らせてもらう。だいたい3、40分ぐらい一人でね、言うてスーツなんでね、僕いつも、うん、スーツ着た男は3、40分ぐらいかかって、路肩で転がす様をこう、ね、道行く人がはぁ、それ V で撮ってきたかったね。寂しかったと思いますよ。そんな感じでね、ちょっと僕は楽しんじゃいましたね、そうですか。ちなみにね、この雪だるまってどうなってるんですかね、今日は。今雪だるま、今はね、ちょっと先ほど、ちょっとどうなってるって気になったのを聞いて、あ、そうなんですか、はい、ちょっと今写真はないんですけど、残念なことに、崩れ落ちているという。崩れ落ちている。そうなんですか。まだまだ寒いですけど、やっぱり、ね、太陽の光が当たるとね、溶けてきて、でも何が怖いって、こう雪って一回溶けた後に、また固まると凍って滑るじゃないですか。本当ですよね。確かに。そうなんです。皆さんね、その辺も気をつけていただいて、うん、そうですね、はい、うん、ね、遊んでいただいて、そうですよ、はい、この機会にね、お楽しみになってみてはいかがでしょうか、はい、そして番組への感想などございましたら、ぜひこちらまでお送りください。お待ちしております。はい、それでは早速明るく一気に参りましょう。はい、いばきら TV ステーション、行ってみて。茨城新聞ニュースをお伝えします。まずはじめのニュースはこちらのニュースです。昨日初めて開かれたミスユニバースジャパン茨城大会のグランプリと準グランプリの2人が昨日県庁を訪れ、橋本勝知事に3月に開かれる日本大会や本県 PR などでの活躍を誓いました。グランプリに輝いたのは大阪府出身の堀尾里奈さん19歳、準グランプリは那珂市出身の岩下愛理さん22歳です。世界一の美女を選ぶミスユニバース日本代表には、各都道府県予選で選ばれた代表がウォーキングやスピーチなどを競い選出されます。茨城代表となった堀尾さんは、輝く女性になれるよう努力し、皆さんの期待に応えたいと意気込みを語りました。ミスユニバースのコンテストになれば、当然英語での会話、通訳なんかいるわけじゃないんだろ。英語は一応高校は国際教養科を出ているんですけれども、高校卒業してからすぐ社会人になりましたので、ちょっと今衰えてるかなとは。看護師なので、専門用語になってしまうんですけども、
余韻用が喋れるって余韻は今はどういう練習してるの？そうすると私は、今は筋肉トレーニングを主に腕立て伏せとか外側につく筋肉ではなくて内側の筋肉、ウォーキング、モデルウォーキングをする際に必要な筋肉だったりとかを一生懸命やったりとか。知事がダンス審査なんですよ。ダンス審査を行って10人から15人に絞られるって聞いてます。はい、どうもありがとう。はい、ありがとうございました。今後2人は県内外の催しなどで本県の PR も行っていく考えです。那珂市出身の岩下さんは地元茨城の美味しい食べ物を全国にアピールしていければと話していました。3月18日に本選が行われるんですけれども、3月19日の自分が今の何百倍もキラキラ輝く女性になれるようにこれから日々精進してまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。準グランプリという名をいただきましてすごく皆様に感謝しております。茨城の PR やチャリティー運動などを中心に、茨城の活性化に努めてまいりたいと思っております。続いてのニュースはこちらのニュースです。企業における子育て支援のあり方について考える子育て応援企業フォーラムが昨日水戸市にある県市町村会館で開かれました。県の子育て応援企業表彰制度の表彰式も行われ、仕事と子育て両立支援部門で優秀賞に選ばれた日立ハイテクノロジーズ那珂地区などに橋本勝知事が表彰しました。事例発表では建設業の星田建設工業が自社の取り組みを紹介しました。星田建設工業では子どもの授業参観や学校行事に休暇の取得が可能で、子どもの送迎などが必要な人は定時よりも遅い出勤や早い退勤ができるということです。入学式、卒業式、生活発表会や運動会など親子が触れ合う機会となるさまざまな、行事等での休暇取得に関しては積極的に許可するようにしていただいています。総務課の中山涼子さんはこれからも子育てと仕事を両立できる職場づくりを続けられるよう努力していきたいと話しました。子どもたちの健全な成長を期待しています。子育てと両立が上手に取り組めますよう会社としても努力していく考えであります。今後ともあの皆様のお力をよろしくお願い申し上げます。最後のニュースはこちらのニュースです。見せ蔵などにひな人形を飾る真壁のひな祭りが昨日、江戸時代の町並みが残る桜川市真壁地区で始まりました。真壁地区の100棟を超える伝統的建造物は東日本大震災で大半が被災しましたが、復旧させながら祭りを開催。商家や民家などおよそ200軒の店先や玄関先には江戸から平成のひな人形、つるしびなが飾られています。このうち牛尾岳住宅では代々伝わるおよそ70体を展示しています。初日のこの日は雪が降りつける寒さとなりましたが、当主の牛尾田美代子さんは寒い中多くの人が来てくれてありがたいと笑顔を見せながら来場者に対応していました。あ、そうですよね、ちりめんとかここのお母さんがみんな塗ったんです。で、お雛様に縁なかったんですね、で、これはうちの主人の同級の娘さんのを処分するから真壁でどうかって声かかって、で、話しとったらうちの長男は面識はないんですけど、ここまで来たんだったら見ておこうかってことで今日から始まる聞いてたから、それでよかったです、はい、とってもいいの見させていただきました。いやすごく初めて来たんですけど、趣がある町並みですごく楽しいです。ここは町上げてみんながお雛様やってるんでとってもいいです。祭りは3月3日までで、期間中人形浄瑠璃や流し雛なども行われ、およそ10万人の人出が見込まれています。
さあ、ということで、真壁のひな祭り、昨日から、ね、いよいよスタートしましたよね。ここでですね、なんと2階の県庁の県民ギャラリーで、なんとこの真壁のひな祭りの展示が行われております。そうなんですよ。はい、ということで、写真の方撮ってきましたので、ぜひご覧ください。こちらです。はい、ということで、このようにね、素敵なおひな様とこのひな祭りの、ね、お人形が並んでいるわけなんですが、はい、まあ、その他にもですね、真壁地区、まあ、周辺のいろいろ特産品なども展示されておりまして、とってもね、きらびやかな展示室になっておりましたよ。はい、なんか真壁行ってみたくなるような ね、そのムードを、ね、盛り上げてましたよね。さっきのあってニュースでも、なんか普通のひな人形と違うひな人形って結構あったなと思って、なんか最後の方にビールを持ってる、ビール飲んでますよ ね、ひな人形も、ね、あれがすごいなと思って、確かに変わったひな人形もあるんですね。そう、僕も行ったことあるんですけど、要するに酒蔵だったりとかね、いろいろその商売をやってるところが昔ながらのがたくさんあって、その、 店の中に入って見られたりとかすると、その店その店のね、やっぱり空気っていうか、特徴が出てて、とってもね、面白いですね。なるほど、本当にね、その真壁の町並みのいろんなお店などでこの展示を行われてますので、本当にね、その店ごとの飾り方とかね、特徴が見られますよ ね。江戸時代から続いてるおひな様とかね、そういうのもありますから。そうなんですよ、この真壁のひな祭りはですね、この始まったきっかけというのが、寒い中真壁に来てくれる人をもてなせないかという住民の方々の思いから始まったということで、とても来てくれる人への思いやりというか、に感謝の気持ちが表れているひな祭りだなと感じるんですけれども、そしてまあこのね、やっぱり歴史がある街並みというのが真壁は特徴だと思うんですが、なんと300余りにもある店蔵や土蔵門などが軒を連ねているんですが、その99棟が国の登録有形文化財に指定されているということで。そんなにあるんですね。そうなんですよ、本当に歴史ある、ね、先ほどおっしゃっていた、江戸時代からの本当に歴史のあるおひな様なども飾られておりますし、町並み自体もこういった有形文化財に指定されてますので、町並みとともにね、このおひな様をお楽しみいただけるこのひな祭りなんではないかなと思います。はい、こちらですね、改めまして3月3日まで開催中ということで、昨日から始まっておりますので、ぜひね、皆さん真壁の方に足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで、以上、茨城新聞ニュースをお伝えしました。
はい、続いては茨城新聞ピックアップのコーナーです。まず最初の話題はこちらです。獅子舞で無病息災を祈願しました。江戸時代から230年以上続く神栖市指定無形民俗文化財増田神社獅子舞の奉納が2日行われました。獅子頭に噛まれた子供は元気に育つとの言い伝えがあり、一行を出迎えた家々では幼子の頭を獅子頭に噛んでもらい、今年の健康と幸せを祈りました。この神社の獅子舞はたてがみのないメス獅子が2人1組で舞うのが特徴で、奉納は毎年2月と9月と年2回実施しています。保存会の会長は代々受け継がれてきた大切な伝統文化を守っていきたいと意気盛んに話していました。はいね、小さい頃にね、僕もこう噛んでもらった記憶はあるんですけど、ちっちゃい時ってやっぱね、獅子舞が怖かったりするじゃないですか。でもね、こうやって今大人になって意味を知ると、ああ噛んでもらっといてよかったなみたいな、そういうね思いもあるので、こういう伝統文化を守っていけたらなと思います。はい、では続いてはこちらの話題です。筑波山の梅まつりを PR しました。22日に開幕する筑波山梅まつりで花見客をもてなす筑波観光大使の女性4人が4日筑波市長を表敬訪問し、春の香りが漂う筑波山にぜひお越しくださいと笑顔を振りまきました。筑波山中腹にある梅林には約1000本の梅が植えられ、開花状況は現在全体の2割を占める紅梅が3分咲き、残り8割を占める白梅はつぼみの状態とのことです。観光大使の女性は、今年はつくば市民にも大勢来てもらえるように市内でのキャンペーン回数を増やしますと話し、市長はお客さんが来るかどうかは皆さんの魅力次第、今後も頑張ってと激励しました。梅まつりは3月23日まで開かれますとのことです。はい、いいですね、はい、梅まつりですよ、ね、本当春っぽくなってきましたね、一周過ぎてからね、そうなんですよ。でも梅まつりね、2月の22日からということで、ちょっとだけ先じゃないですか、はい、もうちょっとですね。そうなんですよ、それまでの期間、じゃあ筑波山何もないのかと言いますと、違うんですよ。あるんだ、これは違うんですよ、はい、何があると思います。なんだろう、筑波山山ですから ね、はい、ただね、花とかじゃないですもんね。花じゃないんですよね、うん、っていうのも筑波山ね、はい、実は景色がすごい綺麗っていうのが、ね、あるんですけど、ただ単に景色を見れるだけじゃなく、今この普段ねロープウェイって決まってるじゃないですか、行ける時間が、ね、日中の、そう、日中のっていう風に、はい、それがなんと今だとこのスターダストナイトクルージングという企画がありまして、スターダストクルージングですね、はい、スターダストクルージングというのがありまして、はい、この普段見れない筑波山からの夜景だったりとか、うん、まあ、筑波山から見えるこう関東平野のね、はい、綺麗な夕焼け、夜景などを見ることができるというスペシャルなことがあるんですよ。ロマンチックですね、はい、ロマンチックですよ、はい、うん、というわけで皆さんだからあんまり見たことないかなと、その夜景とかを、このシーズンしか、期間限定ですもんね、期間限定なので、うん、見たことないかなということで、はい、ちょっとうちのスタッフが写真を撮ってきてくれたということで、はい、はい、ちょっとこちらの方ご覧ください、はい、どうぞ。はい、おー、これすげー、すごい綺麗じゃないですか、うん、この関東平野のね、こっち、まあ筑波山から見える夜景になるんですけど、はい、街の光がいい感じにね、確かに東京とかの夜景ってキラキラしすぎてるじゃないですか、都会のって、なんかね、まあ、眩しいなってなるけど、はい、うん、そうじゃなくこうバーッと眼前に広く広がって綺麗な感じ、これがね、筑波山ならではと、またいい時間帯ですね、上の星と、はい、あのね、夕焼け、そうそうそう、グラデーションがすごいですよね、そうなんですよ、でね、またちょっと別の角度から撮ったのもありますんで、はい、もう一枚どうぞ、こちらです。はい、お、こちらも良くないですか、こちらもコントラストがバーッと綺麗になってて、すごいな、先ほど何が違うかと言いますと、まあ、先ほど言ってたこのグラデーションのこの境目あたり、かつちょっと左側っぽいところを見ていただくと、ポコッと何か見えると思います。出てますね、はい、山ですか、山です、もしかしてここから見える山と言いますと、もしかして、そうです、富士山です。富士山、ほら、はい、梅子も気づきましたよ、富士山です、気づきました、はい、これね、ここから富士山がすごい綺麗に見えるっていうのがあって、綺麗に見えますね、筑波山、実はこの関東富士見百景の一つに選ばれてて、まあ、だから関東の富士山が見えるところの、まあ、百選っていうんですかね、はい、100個のうちの一つに入ってるぐらい綺麗に見えちゃうんですよ、なかったなですよね、そうです、こういうね、いろいろとまだ知らない綺麗なところもあるのでね、ぜひ行ってほしいんですが、はい、今見ていただいたのは夜景じゃないですか、夜景でした、ね、夜景じゃないですか、はい、ちょっと時間を戻しても綺麗なんですよ、実は、はい、というわけでちょっと時間を戻してこちらをどうぞ、はい、どうだ、はい、夕焼けです、で、これはもちろんあそこに見えてる富士山なんですけど、うんうん、こうやってね、綺麗にもう なんて表現したらいいですかね、これ写真、なんか輝いてますね、
はい、そうなんですよ。これトワイライトタイムですよね。そうですね、あの写真とかこう映像もそうなのかな、カメラを撮る人とかよく言うのがマジックアワーっていうのがありまして、そうです、この日没の、このちょうどこれぐらいの時間帯を指すんですけど、全てのものが綺麗に見えるっていう。本当ですね。雲もこうやってもう黄色に光って見えるって、ね、本当ですよ、綺麗ですね。こういう綺麗なこともね、綺麗な夕焼けが見えるのもこの時期だけということなのでね、はい、ぜひ2月22日から梅まつりがあるんですが、はい、これまでの、ね、期間もこれが、毎週土2月は金土日祝日、はい、で3月からは、金曜日がなくて土日祝日なんですけど、はい、なんでこの2月は行ける機会が多いということ、かつバレンタインウィークということがありまして、バレンタインウィーク、ね、バレンタイン近いんでね、はいはいはい、先着70名様に素敵なチョコレートケーキのプレゼントがあるということなので、チョコレートケーキ、そうです、チョコレートケーキがあるんです。なのでね、こうやってね、山頂の綺麗な普段見れないような夜景見ていただいて、はい、大切な人と一緒にチョコレートケーキでも食べてもらって、ちょっとね、ロマンチックな甘い夜を演出できたらいいなと思いますので、はい、ぜひ皆さんこちらの方にも行ってみてください。はい、はい、というわけで以上、茨城新聞ピックアップのコーナーでした。今週のプレゼントはこちら、ふっくらふりかけ飯村牛そぼろです。小松屋食品株式会社は土浦市で大正5年に創業、昔ながらの手間を惜しまぬ製法で素材の持ち味を最大限に生かした佃煮の製造を行っています。その小松屋食品が土浦市の幻の銘柄牛飯村牛と土浦産の香り高い笹垣ごぼうを入れ、味わいと香りを大切にして佃煮を作りました。ほかほかのご飯の最高のお供となる佃煮です。今回は小松屋食品株式会社から飯村牛そぼろを3名様にプレゼントします。応募期間は2月10日までとなります。応募は茨城食と農のポータルサイトから。たくさんのご応募お待ちしております。またうまいもんどころ茨城食と農のポータルサイトでは、茨城の旬の食材や県内の直売所情報、おいしい料理のレシピなど、茨城で作られた農林水産物についての情報をたっぷりとご紹介していますので、皆様ぜひご覧ください。さあ続いては、はい、イバキラ TV スクンピーレポートのコーナーです。お、今日はどちらへ。はい、今回はですね、はい、水戸市から、はい、トモス水戸大工町にありますね、うん、はいはいはい、こちらから第2回世界チョコレートフェスティバルのお知らせということなんですけれども、うん、はい、で先ほど辻さん ねバレンタインの話しましたけれども、はい、筑波さんでもね、そういうイベントやってますが、はい、やっぱり今バレンタインウィークですからね、どこもかしこもチョコレートがね、本当ですよ、うんうん、ということでどんなイベントなのか、はい、早速ご覧いただきましょう、はい、どうぞ。突然ですが皆さん、チョコはお好きですか？はい、口寂しい時や疲れた時、一口パクッと食べるとふわっと甘さが口に広がって、とっても幸せな気分になりますよね。またもうすぐバレンタインデー、大切な人にどんなチョコを贈ろうか楽しみつつも悩んでいらっしゃる方多くいるんじゃないかと思います。私は今水戸市大工町にあります、トモス水戸1階の特設会場で行われています第2回水戸世界チョコレートフェスティバル知的障害者チャリティーイベントの会場に来ています。こちらではチョコレートの歴史や世界のチョコレートを堪能することができて、甘い時間を過ごすことができるんです。またこちらのイベントは知的障害者を支援するチャリティーイベントにもなっているそうです。今日この時間は、こちらの第2回水戸世界チョコレートフェスティバル知的障害者チャリティーイベントについてお話を伺います。お話は実行委員の広報であります石井智秀さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
石井さん、まずこのイベント今年で2回目を迎えました。改めてどんなイベントなのか教えてください。はい、水戸はですね、数年前まであのチョコレートの消費量が日本一ということで、水戸といえばチョコレートということで、あの、まあ、水戸の街を盛り上げるという思いで、あのイベントの方を行っております。はい、あの毎回テーマがありまして、前回は震災の復興支援というテーマでこのイベントを開催されました。今回は知的障害者のチャリティーイベントということなんですが、こちらはなぜこういった視点からイベントが始まったんでしょうか。はい、あの今回はあの水戸市内で福祉施設の方で結構働いている方々があのお菓子作りとかも行っておりますので、そういった方々の作ったお菓子の方も皆さんに知っていただこうという思いで、こういった趣旨にいたしました。はい、全国的に見てもその水戸市、茨城県というのは甘いもの好きが多いということで、この町全体にもお菓子屋さんがたくさんありますよね。はい、たくさんありますね。あのなんかおご挨拶なんかで言うとね、結構甘いものを持っていくっていう、こう文化があるものですから、まあ、水戸市内どこは歩いてもあの甘いものとかスイーツショップのお店がかなり多いと思います。はい、そのスイーツショップでこの支援学校の皆さんが働いているということなんですね。はい、そうです。はい、そんな皆さんが作った商品もこの会場にはありまして、ご紹介いただけますか。はい、今回 の, あのフェスティバルで作られたあのチョコデラスクというあのラスクなんですけども、はい、この中にあのおからが入っているあのチョコレートのラスクになります。なんかヘルシーですね。こちらも実際にいただきたいと思います。ホワイトチョコと、はい、そしてチョコレートの2種類あって、はい、よく見るとハートの形をしています。こちらのホワイトチョコをいただきたいと思います。うん、サクサクで音もいいですし、甘さもちょうどよくて、なおかつおからが入っているということでヘルシーですね。はい、そうですね。はい、こういったものもチャリティーイベントとしてのメニューになっているわけですね。はい、その他にもこちらの会場では、このチョコレートの歴史を学ぶパネル展示がされていたり、またこの真ん中には世界のチョコレートを楽しめるブースがありますね。はい、はい、世界各国のチョコレートをあの集めておりますので、まあ、この会場に来ていただくと、まあ、実際分かるんですけども、世界のチョコレートを楽しめま す, す、ね。はい、あとあの、まあ、水戸今回 の, あのフェスティバルが始まりました、あのチョコレート和菓子というものをあの紹介しております。はい、チョコレート和菓子よく見ると結構もう定番になりつつあるんでしょうか。干し芋とチョコレートがコラボしたもの、はい、または、この吉原電柱とチョコがコラボした商品なんかもありますし、この世界のチョコレート、スペインやベルギー、イタリアといった各国のチョコレートが楽しめるということでね、こういったチョコレートを通してちょっと世界旅行なんかができるような、そんな楽しみもありますね。はい、その他にもこちらではチョコを使った体験型のイベントも展開されていますね。はい、まずはあのチョコレートザウルスなんですけども、はい、こちらはあの世界一のチョコレートザウルスをみんなで作ろうということで、まあカードサイズのチョコレートの方にチョコペンの方で思い思いのメッセージを書いていただいて、あのチョコレートの貼り付けるというイベントなんですよね。はい、はい、あのこちらの会場ガラス張りになっていて国道50号線が見えるんですが、これかなりインパクトありますよね。はい、あの全長20メートルで、あのまあ、段ボール製の、まあ、本体なんですけども、世界一ということで、はい、こちらもチャリティー募金ということで、はい、参加にはあのこういった募金というのも、はい、システムとしてなっているんですね。あの募金の方をいただいて、あの集まった募金の方はあの福祉施設の方にあの寄付させていただくということで考えております。はい、さまざまな形でこのチョコレートを楽しめるこのイベントなんですが、改めて石井さん、はい、どんなふうに皆さんにこのイベントを楽しんでいただきたいですか。というのがあの水戸といえば、まあ、納豆が有名なんですけども、チョコレートの方も有名ですから、水戸の街をチョコレートを通してどんどん盛り上げていければと思っております。はい、ありがとうございました。お話は実行委員広報の石井智秀さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。さあ、こちらの第2回水戸世界チョコレートフェスティバル知的障害者チャリティーイベントは、こちらの水戸市大工町ともすみと1階特設会場で行われています。2月14日まで行われます。2月1日からチョコレートウィークとして毎日オープンしています。ぜひ皆さんこちらお立ち寄りください。この時間は
第2回水戸世界チョコレートフェスティバル知的障害者チャリティーイベントについてお伝えしました。いやー、日本一のね、世界一のチョコレート消費量水戸ってすごいですよね。すごいですね。本当に実はですね、はい、私先日、はいはい、この水戸フェス去年あったんですけれども、イベントが水戸で行われた時に、この始まったんですよ、チョコレートフェスティバルの、はいはい、さっきのチョコザウルスって言って、はいはいはい、チョコザウルスって、そうなんですよ、うん、恐竜の形したところにチョコレートを貼り付けるっていうのを、はいはい、私も実はやりまして、名前とかね、メッセージとか書いて貼り付けるんですけれども、はい、それをね、2月14日まで行っているということなので、はい、ぜひあれ出来上がっていくと、はい、本当にチョコザウルス、みんなチョコレートに覆われるんですかね。そうなんですよ、それを皆さんで作ろうということでやってますので、ぜひね、今からでもトモス水戸の方に足を運んでいただいて、そのね、チョコザウルス、はい、皆さん参加してみては、ね、はい、いかがでしょうか。そしてその時にはですね、ミトちゃんってあるじゃないですか、ミトのゆるキャラの、ミトちゃんのチョコレートもあったんですよ。ミトちゃんチョコ、はい、この大きいミトちゃんの、うん、はい、これぐらいの大きさですかね、をチョコレートで作ったっていう。本当ですか、すごいですよね。じゃあ納豆のお耳も、そうです、そうです、かわいい、それ。しかもカラフルで、はい、水戸のね、コサイという、はい、お菓子屋さんが作成したということで、ね、そうなんですよ、うん、そのミトちゃんは食べるんですか、うん、はい、ねえ、食べたら、でもねえ、どうなんだろう、もったいないですけど、どうなんだろう、気になりますね、雪だるまは消えちゃったけどねあ、じゃあ溶けるのかな、水戸ちゃんも、ねえ、ぜひね、2月10日まで行ってますので、うん、トモス水戸の方に皆さんお出かけになってみてください。以上、岩倉 TV スクッピーレポートのコーナーでした。岩倉医療ワンポイントアドバイス、こんにちは、県立病院ですのコーナーです。このコーナーは毎回県立病院のスタッフの方々にスタジオにお越しいただいて、毎回正しい病院の知識やその治療方法について分かりやすくお話しいただくものです。今回は冷凍治療について、茨城県立中央病院の小山放射線診断科医長にお越しいただきました。小山先生、こんにちは。こんにちは。さて先生は放射線診断科 IVRE ということなんですが、IVRE とはどんなことを行っているんですか？我々放射線診断医は日頃レントゲンや CT、MRI、超音波などを用いて画像診断をしております。画像を見ることに精通し非常に得意としていますので、透視画像や CT などを駆使してカテーテルや針などを利用して治療する医師のことを IVRE と呼んでおります。患者さんに負担の非常に少ない治療になりますので、はい、最近非常に注目されている分野になります。今回お話しする凍結治療も画像を見ながらの治療となります。はい、そうなんですか。ではその冷凍治療とはどのような治療なんでしょうか。そうですね。簡単に言いますと、はい、癌細胞を急速に凍結して死滅させる治療になります。はい、この機械を使って実際には治療いたします。はい、がんを死滅させるためには治療用針を皮膚からがんに刺して凍結させます。治療用針は高圧アルゴンガスを用いて針の先端部をマイナス170度まで冷やし、がん、はい、細胞を死滅させます。へ、現在は10年前に比べ針もだいぶ細くなっております。こちらが動画ですけれども、はい、氷はこのように針の先端部にできます。実際の治療では急速冷凍と解凍を繰り返すことで周辺組織の細胞破壊や組織障害を起こして腫瘍細胞を死滅させます。なるほど、とても画期的な方法ですよね。この方法で全てのがんは治療できるんでしょうか？海外では腎がんや乳がん、肝がん、肺がん、そういったいろんなものに使われているんですけれども、はい、日本では4センチ以下の腎がんのみが保険適用となっております。腎臓がんだけなんですね。はい、はい、この冷凍治療の利点としましては、高齢者や手術のリスクが高い人などにも治療を行うことができます。腎臓の一部を死滅させるだけですので、正常の腎臓を温存しながら治療することができます。処置時間も1時間半程度になりますので、はい、入院期間も3日程度と短くなります。
しかし、がん細胞が袋状になっているような嚢胞性腎がんに関しては、はい、がんをばらまいてしまう可能性がありますので、行うことはできません。また、うつ伏せで治療を行いますので、うつ伏せになれない患者さんや、針を安全に刺すことができない患者さんにも行うことはできません。なるほど。では、画像を見てみたいと思います。はい。こちらが、画像ですけれども、この赤い部分が癌になります、はい、そこにこのように針を刺して凍結させます、はい、で青い部分が壊死した部分になります。うーん、次が実際の治療している時の画像になります、はい、黄色く丸で囲んだところ少し突出しているところが癌になります、はい、これが治療中の実際の画像ですが、白く細長いのが実際の針です。おー、でこちらが術直後の写真ですけれども、はい、直後は特に変わりはありません、はい、しかしこちらが30日後の写真になりますけれども、はい、この黒くなったところが実際に死滅している部分で、周りの白くなっている腎臓はかなりの範囲が温存されているのが分かると思います。なるほど。ちなみに治療中、治療後の痛みや治療後の日常生活はいかがですか？治療は全身麻酔ではなく局所麻酔で行います、はいはい、歯医者さんと同じ麻酔になりますので意識はあります、はい、局所麻酔をするときは少し痛いんですけれども、はい、実際に凍結しているときは痛みは全くと言っていいほどありません。治療直後も痛みはほとんどなく、治療直後から夕食を食べていただけるということになります。はい、治療後の日常生活も特に治療前と変わらなく行ってもらうことができますし、制限も特にありません。そうなんですか。それは患者さんにとってとても良いことですよね。そうですね。この素晴らしい治療ですが、この冷凍治療はどこの病院でも受けられるんでしょうか？今のところ県内では県立中央病院だけになります、うん、日本国内でもこの冷凍治療器は10台程度しかまだありませんので、はい、どこでも受けられるというわけでは残念ながらないです。そうですか。これまでもこのコーナーで最先端の手術や放射線治療などのお話を伺ってまいりましたが、現在2人に1人ががんになってしまい、3人に1人ががんで命を落としてしまうと伺っています。このような最先端の技術がますます進むといいですよね。そうですね。ただもう一つ大事なことはやはり早期発見ですね、うん、小さいうちならいろいろな治療法も選択できますし、治癒率も高くなります、はい、ぜひ皆さんには定期的な検診をお勧めしたいと思います。そうですね。定期検診をして異常が見つかったら早めに対処することが大切ですね。そうですね。ありがとうございました。今日は冷凍治療について茨城県立中央病院の小山放射線診断会長にお話を伺いました。小山先生、ありがとうございました。ありがとうございました。いわきら医療ワンポイントアドバイス、こんにちは県立病院ですのコーナーでした。茨城空港から出かけよう。茨城空港といえばですよ、はい、
もうね、今週末の7日から始まりますね、はいはい、ミャンマービーン。ついにね、ついにスタートいたしますよね、うん、はい、辻さん、ミャンマーとか行ったことあります、はい、ミャンマーまだないんですよね。ないですよね、うん、私もないです。まあだってね、普通はないと思うんですけれども、うん、興味はあるんですけどね、うん、そんなね、はい、皆さんのために、はい、今日はなんと私、はい、これまでにタイに3度、はい、インドに2度渡ったことがある。ミャンマー行ってないよ。ミャンマー行ってない。ミャンマー行ってない。今まではなかなかこう自由に行けなかったから、それがやっと行けることになったので、そうなんですよ。インドもタイも実はミャンマーにかなり近いところもあるので、それとまあアジアのね、ある程度この空気感を知っている私ジュジュが、なんとミャンマーについて調べてきました。そう。ぜひね、皆さんにミャンマー行ってみたいなって思ってもらえるような、うん、そんな情報今日ね、これからお届けしたいんですけれども、楽しみですね。でもそもそも、ミャンマーってどこ？場所がね、思うじゃないですか、はい、アジアの中にはあるなっていうのが分かっても、はいはい、場所が分かんないですよね。ちょっと分かんないですね。じゃあちょっと地図をご覧いただきましょう。はい、さあどうぞ。ここなんですよ。あ、インド近いです ね。あと結構大きいですね。そうなんですよ。あの左隣にある、うん、はい、あの大きなね尖ったところが、はい、あれがインド、インドですよね。そして、はい、今赤いところがミャンマーなんですけども、はい、そのすぐね右隣下がタイなんですよ。あ、右下がタイ。まさにこうタイとインドの間に挟まれていて、はい、なるほど。あの文化的にもね、はい、あのこれからご紹介しますけれども、はい、タイもありインドもあり、さらになんかこうカンボジア的なところもありっていう意味では、はい、何かねこう略すと、はい、スモールエイジアみたいな。そう、エイジアなんか一個にね、いいところ集めたみたいな、そんな印象があったので、それ紹介してみたいんですけど、あのまずちょっと簡単に、どんな国っていう基礎情報をね、ちょっとお教えしたいと思うんですけれども、ミャンマー、正式な名前がミャンマー連邦共和国、連邦共和国、そして日本からの距離がどのくらいあると思います？あそこまで。今回の距離、うん、さてくださいね、うん、日本列島がほら、日本列島が大体何千キロでとかっていうと、うん、全然わかんない、ね、時間はかからないのかな。いや、8時間ね、フライトにすると、はい、ちょっとそのね寄ったりする場所とか直行とかあるんであれなんですが、距離数約5000キロ。5000キロ。でこれまでは直行便というのはなかなかなくて、はい、バンコク、タイのバンコクとか、うん、ハノイ経由で10時間ぐらいかかったことがあったんだそうなんですが、これが随分縮んでますので、まさに茨城空港からねお出かけいただきたいんですが、そしてね、今ね、どんなこう状態なのか行ってみたら、要するにこう寒いね状態なのか暑い状態なのかやっぱ気になるじゃないですか、せっかくの2月なので。で全体的なこの季節 の、 この考え方っていうか割り振りが、タイとね調べてみるととっても似ていて、だいたい5月から10月11月までって向こう雨季なんですよ。長いですね。もう雨がねたくさん降る時期で、あのタイもねあの洪水になった時があったじゃないですか。あれもこう夏の時期で、こっちで言うとね、日本で言うと夏の時期 でその後2月ぐらいまでが涼季、涼しい季節と変えて涼季。そして涼しいんですね。うん、でこの後が、5月ぐらいまでが、はい、これが寒気という、 もう乾いた季節ということで、ね、涼季ですよ。涼しい。涼しい。じゃあちょうど良さそうですよね。過ごしやすいんですかね。じゃあ大体今、はい、首都じゃないね、今首都じゃないんですが、はいはいはい、ヤンゴン、ミャンマーを代表する首都、はい、都市ね、都市聞いたことある、はい、ヤンゴンが、はい、気温、最低気温だってどのぐらいだと思います？最低です。最低、はい、でも向こうの方は結構暖かそうな。そうだってタイが近いって言ってますからね、うん、はい、そうですよね。最低がじゃあ10度、うんうん、最低10度ぐらい、うんうんうん、まあそんなに寒くならないって感じですよ、はい、最高最高、うん、最高でも結構暑そうな気がしますけれども、うん、はい、どうかな。陽気ですからね、涼しい、うん、そうですね。そうですよね、はい、うん、28度とか、うん、はいはいはい、なんか過ごしやすい、うん、ね、うんうん、日本で言ったらまあ7月とかね、はい、9月とかって感じだと思うじゃないですか、うん、はい、ヤンゴンの平均ですけれども、はい、1ヶ月間の2月の最低気温が 19.3度、はい、19.3度、最低で、最低でですよ、はい、暑いですね、暑いですね。そして最高気温の方はというと、はいはいはい、34.5度あります。真夏じゃないですか。うわ、日本で言ったら真夏日ですよね。本当ですね。ね、ということで、ただこれでもね、やっぱり涼しくて、うん、とってもいい時期ということで、うん、そうなんですか。タイなんかも結構暑い時は40度になる、僕もそういう経験あるんですけど、そういった意味でやっぱり今は2月っていうこの季節はベストシーズンなんですって、はい、これでベストシーズンなんですね。ベストシーズンに就航がスタートするって、はい、いいですね。素晴らしいですよね、うん、
ということで、はい、時期的に今が最高なミャンマーなんですけれども、はい、今日はね、はい、2つ、はい、こうミャンマーたくさんいいところあるんですけど、はい、2つ選んできました。お、ね、まずは、はい、そのヤンゴンの中にある、はい、ミャンマーを象徴するシンボリックな、お、はい、シンボル、その場所をご紹介しましょう、はい、どうぞ。来ました、シュエラゴンパゴダという、シュエラゴンパゴダ、シュエラゴンとパゴダで区切ってください。シュエラゴンパゴダ、ミャンマーには、はい、何々パゴダ、はい、あるいは読み方によっては何々パヤ、これパヤパゴダってチョコレートショコラみたいなもんで、はい、読み方によって違うだけで、はい、同じ意味だそうなんですけれども、はい、これは仏塔、仏様の塔と書く仏塔を表していまして、はい、これがミャンマー至る所にあるんですが、はい、その中でもこのシュエというのが金色っていう意味、はい、でダゴンがヤンゴンなんですって。だからまさにこの元首都だったこのヤンゴンの中心部に存在している、はい、こういうね、もう金、右の方は金ピカヤンゴン仏塔、ね、この金ピカの雰囲気ってやっぱりタイのイメージありますので、ね、左側 の、はい、乳白色の色してますよね、はい、あれなんかほらインドのタージマハールとかそういう系じゃないです か、はいはい、かそれが混在しているこの場所だけでも、はい、ね、インドミーツタイミーツ、はい、さらにミャンマーっていう感じになっているので、こういったところに、はい、ぜひね、お出かけいただきたいんですけども、はい、昼間はほら、三、う、十、ん、何度になって暑い、暑いですね。だからこの写真でも、はい、あまり人気がないですよね。そうですよね、うん、現地の人もやっぱり涼しくなってから出かけるんですって。やっぱ現地の人からしても暑いんですよ、ね、あ、なるほど。この時に、はい、さらにさっきね、筑波のスターダストクルージングじゃないんですけれども、はい、すごいロマンチックなシーンになります。どうぞ。どうですか。おお、一変というか全然雰囲気変わりますね。確かに違いますね。でこういう風にライトアップされて、はい、そこに多くの方がね、地元の人も参拝に訪れる、うん、ね、参拝していらっしゃいますね。外国人の観光客の方はこれをね、狙ってこの時間に涼しみながら楽しむっていうことで、はい、そうなんですか。参拝は結構夜来る方が多いんですね。多いらしいですね。でこの写真だけだとちょっとスケール感がね、はい、分からないんですけれども、うん、右側で塔がスーッと立ってますよね、はい、ありますね。あれ高さどのぐらいあると思います、はい、高さですか。なんかこれ見てると、そんなに大きそうなイメージが、そうですね、50メートル、そうですね、30から50ぐらい、倍ありますよ、倍100メートル、そんなにですか、あるんですって。で周りをぐるっとこう歩くと、だいたい競技場のトラックぐらい、400メートルちょっとあるっていうことで、はい、へね、しかもこれ残念ながら写真でね、はい、お伝えできないんですけれども、はい、これが小高い丘の上にあるんですよ。丘の上なんですね。だから夜になると、はい、まさにイメージ的には黄金に輝くシンデレラ城のような、へー、じゃあもうそこだけがもうポコって浮いた感じになるわけですね。あ、そうですね、だからこのヤンゴン市内のいろんなタクシーの運転手さんとかいろいろいるじゃないですか、はい、そういう方々はもうとにかくあれほら見て、あれ見てっていう風にこう自慢をするらしいですよ、観光客。そうなんですか。こっからも見えるでしょ、あっこからも見えるでしょっていうようなことで、まさにね、ミャンマーを代表する、はい、そんな場所、シュエダゴンパゴダ、まずはね、皆さんにお勧めしたいと思います。そして今度は一転しまして、はい、大自然の中にこんなスポットがあるんですよという、はいはい、これも見たらきっと驚くと思いますよ、はい、皆さん、はい、行きましょうか、どうぞ、はい、どうですかこれ。何ですかこれ。ゴールデンロックという名前が付けられてます、はい、まさに金色に輝くこの巨大な岩が断崖にそそり立ってるんですよ、これ。なんか落ちそうですよね。落ちそうでしょ、はい、本当にこれ乗っかってるだけらしいんですね、はい、なんか補強とかしてないんです。そうそう、そうなんですか。天然にできたもので、はい、しかもここね、はい、チャイティーヨーさんというこの山なんですよ、はい、チャイティーヨー山、はい、ーチャイティーヨー、はいはい、チャイティーヨー、マウンテンチャイティーヨーです。で、ここがなんか標高が1100メートルもあるんです。そんなにですか。筑波山が800メートル級ですもんね。はい、それ以上高い山にこういう断崖のところに乗っている場所があって、でしかもよく見てください、あれ、はい、なんか帽子が乗っかってるようじゃないですか、はい、ね、これがやっぱり仏塔パゴダなんです。あ、さっき言ってた、そうそう、だここも聖なる場所になっていて、はい、これほら輝きが金じゃないですか、やっぱり。なんで金色なんですか、ね、これタイとかインドでもそうなんですけれども、はい、
あの聖なる場所に金色 の, この金箔をね、はい、この貼って輝かせるっていうような、はい、それがあの日本で言ったらほら、はい、やったことね僕もないですけど、はい、お札貼ったりとかってあるじゃないですか、あ神社とかで、そうそうそう、はいはい、あれと一緒なので、はい、あの金箔を貼っていくっていう、こう文化があって、はい、あのもちろんね、はい、空中に浮いてる方は、はい、自分自身では貼れないので、はい、何年かに一度貼り替えてるんだそうなんです、はい、あそうなんですか、逆に言うとそういうその外側じゃない部分は、うん、普通に来た人が貼るってことですか、業者さんとかじゃなくて、だから自分たちでその行って、はい、あのちょっとこれはおそらくになっちゃいますけど、はい、こういう場所だと金箔をちょっと売ってるんですね、はい、うん、あそこで金箔を買って、はい、そして貼る、しかも、はい、お賽銭あるじゃないですか、日本だと、はい、うん、あのお賽銭をどこに入れると思いますか、ね、はい、入れる、入れるっていうかね、入れるっていうかね、上にこう投げるとか、そうね、のっけ、はい、のっけたりとかね、のっけたりとかね、はい、あそう正解、くぼみ、え岩のこういう、あの岩の、はい、これはちょっと別ね、あのこの写真のあれなんですが、はい、あの岩の、はい、落ちない側って言ったらいい、断崖の向こう側じゃない、はい、手前側、はいはい、自分たちが行って金箔を貼れるところの隙間に、はいはい、あ下に、ああ、ね、下の方の、そこにねお金をね入れるんだそうなんですよ、はい、どうなんですか、この岩って、はい、押したら落ちちゃいそうじゃないですか、思、ね、うでしょ、ところが、はい、あの何人でかかっても、はい、行かないそうですよ、全然、絶対倒れないですか、絶対行かないんですって、じゃあロケ組んで行きましょう ね, ね, ねみんなで押しに行きましょうよ、押しに行きましょうよみんなで、じゃあ名系のラグビー部とか連れて力持ち連れてね、はい、思うんですけども、不思議ですね、でこれね言い伝えがありまして、はい、やっぱり信仰心が熱いじゃないですか、はい、皆さんが、で仏塔っていうのは、はい、あのお釈迦様の遺品が収められている、はい、あのお骨だったりとか、あの遺髪だったりとかっていうことで、あの地元の人のコメントでは、石が落ちないのは仏塔に納められているこのブッダの遺髪がバランスを取っているからなんだよって言うそうなんですよ、ロマンチックというか、なんというか、まさになんかこのミャンマーのパワースポットですよね、神秘的、なんかそう思うとあそこ触りたくなるよね、確かに、ね、ベタベタベタしたくなりますね、なりますね、はい、ということで、はい、あの他にもたくさんね、はい、とても有名なバガンっていうような、はい、この緑の、あもう一面緑っていうところに、はい、あの仏塔、このパゴダがあって、はい、もう至る所にそそり立っているっていうような、はい、そんな名所も含めて、たくさんとね、このミャンマーには素晴らしいところがあるので、はい、ぜひこれ以外に皆さん調べてほしいんですけども、はい、まずぜひこの2つをね、はい、皆さんの頭の中、心の中にインプットしてもらって、はい、ミャンマーへの旅、この心的なね、気分的な部分でも楽しんでもらえたでしょうか、はい、ね、本当に、はい、行った気分にちょっと ね, ね、慣れましたよね、よかった、行ってみたいなと思いましたね、はい、うん、そして茨城空港からね、はい、ミャンマー便、いよいよ今週金曜日の7日から就航ということなんですけれども、はい、いろいろなツアーなども組まれているそうなので、うん、はい、そちらもね、ぜひご利用になってみて、茨城空港からミャンマーへお出かけになってみてはいかがでしょうか、以上茨城空港からのお知らせでした。続きまして茨城県からのお知らせです。茨城花フェスタ2014クラシックミニコンサートのお知らせです。このコンサートは実力派演奏家が普段演奏をしているステージを飛び出して多くの人々が行き交う公の場で行う演奏会です。開催日は2月15日土曜日で、開演時間は1回目が11時半から、2回目が午後2時からです。場所は茨城花フェスタ2014会場のつくばカピオです。お座席は全席自由で先着順となっています。曲目はオーボエやフルートなどの木管50奏による花は咲くディズニーメドレーなどを予定しております。花の中で春の気配を感じながら木管の優しい音色をぜひお楽しみください。なおコンサートの入場料は無料となりますが、茨城花フェスタ2014への入場料600円が必要です。詳しくは公益財団法人茨城文化振興財団、電話番号 029-305-0161 までお問い合わせください。皆様のご来場をお待ちしております。2月15日土曜日、16日日曜日の2日間それぞれ午前10時からつくば市のつくばカピオにおいて、茨城県が誇る花の総合イベント茨城花フェスタ2014を開催いたします。今回で6回目の茨城花フェスタ、会場では花の巨大オブジェや約300点の切り花、鉢花による展覧会など、色とりどりの花に囲まれながら
体験教室やお買い物などをお楽しみいただけます。今年はキッズコーナーやテーブルコーディネート作品の展示など新企画も充実。人気キャラクターの花かっぱも登場します。入場料は前売り券が450円、当日券が600円となっております。前売り券は全国のコンビニエンスストア各店などでお買い求めいただけます。イベントの詳細や新着情報はホームページでご覧いただけますので、茨城花フェスタで検索。 Facebook もやっています。茨城が誘う華やぐ季節へ、皆様でぜひご来場ください。お問い合わせは県庁産地振興課内茨城花フェスタ実行委員会事務局、電話番号029-301-3954までお問い合わせください。病気や怪我をしたとき、どの医療機関に行けばいいのか、どう探せばいいのか、困ったことはありませんか？茨城県ではパソコンや携帯電話から医療機関を検索するためのホームページ茨城医療機関情報ネットを開設しております。病院などの所在地や診療科目、診療時間などの基本情報はもちろんのこと、対応可能な病気の名前、治療内容や医師・看護師等の数、セカンドオピニオン対応状況、専門医の数、医療実績数など詳細な情報も掲載しております。またご自宅やお勤め先の住所を登録すると、近い順から地図上で医療機関を検索できるなど便利な機能もございますので、受診前の情報収集などにぜひご利用ください。お問い合わせは茨城県保健福祉部厚生総務課、電話番号029-301-3124までお願いします。ちょっとね、街中入ってきまして、はい、素敵なというか面白いお店があるんでご紹介します、はい、こちらなんですけど、中を渡る料金を徴収してたって、不思議な野菜がぐるぐるしてる。次はぜひ見ていただきたい橋がありまして、はい、橋、ね、釜屋橋っていうんですけど、ここご案内させてもらいますので、まあ、こっちこっち、はい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 、止まってください。実は今橋の上にいるんです。え橋の上、ここです、釜屋橋、こちらですか。はい、ちょっとこの石の向こう側を見ていただきたいです。ああ、
ってあります、ね。これは釜山市です。釜山。明治42年。あ、本当だ。冗談みたいでしょ。はい、これはもう言われないとわからないですね。ありがとうございます。いたしまして、はい、ここから、ね、うん、どこにこう繋がってたんですか。はい、ここにあの釜屋堀っていう、実はこの歩道の下になっちゃってるんですけど、はい、まあ、排水路とか水路があったんですよ、はい、この街中の生活排水とか、うん、雨が降った時の水を流したのを掘り起こって、でここの一角にその昔は釜屋さんっていう大きなお店があったん で、はい、で釜屋堀って堀の名前がついて、まあ、明治の人の謝礼なのか冗談なのかよくわからないけど、そのそこを渡るこう石を、ね、蓋かなんかしたんじゃないのかな、それにわざわざこうやって釜屋橋って名前つけちゃったんだと思います。僕は冗談だと思ってるんですけどね、シャレっ気というか、はい、いかがでしたか。いや、面白いです、はい、はい、ありがとうございます、ね、なんか三つ街道、面白いところたくさんありますね。ありがとうございます、はい、実は外したらどうしようかと思ってドキドキだったんです、はい、喜んでいただけてよかった、はい、ありがとうございます。はい、今年も八郷名物しし鍋11月15日より始めます。今年も美味しい肉がたくさん手に入りそうなので、皆さん、張り切って食べにしてください。よろしくお願いします。12店舗のお店がいろいろ味噌味、醤油味、寿司の味を皆さん方に食べていただく、一生懸命頑張ってまいりますので、今年も八郷の自然を楽しみながら、ぜひしし鍋食べに来てください。よろしくお願いします。さあ、お送りしてまいりましたけれども、はい、うん、今日はね、あの真壁のひな祭りということでね、はい、ニュースでご紹介しましたが、はい、うん、そしてあの、ね、筑波山でも梅祭りがね、はい、22日からね、はい、22日から始まるという話だったんですが、うん、なんとですね、はい、この2カ所のお祭り会場をつなぐ周遊バスが運行されるんです。便利ですね。便利ですよね、うん、いいですね、はい、うん、ということでご紹介したいと思いますが、はい、こちらです。はい、2月15日から3月3日までの期間、毎日運行されるということで、この真壁のひな祭り会場、そして筑波山の梅祭り会場を周遊バスが運行されます、はい、こちら筑波駅から真壁のね、この街並みまで運行されるということで、大人の方は2,000円、そしてお子様が1,000円ということで、こちら2日間有効で巡回が、はい、できるということなので、ぜひね、まあ、例えば東京からね、こう電車でつくばエクスプレスでお越しいただいた方に、いろいろとぐるっと回っていただいて、また電車で帰るっていうね、ことも可能ですので、ぜひ乗っていただければと思います。はい、そして明日はですね、いばきら図書館のコーナーがございますので、こちらもぜひお楽しみください。それではこの後も笑顔輝く夜をお過ごしください。では